君は時の涙を見る。はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、目の前にあります、ガンダムコンバージですね。そちらからプレミアムバンダイ限定品としてね、ラストシューティングセット、こちらが出ました。いや、これね、めっちゃくちゃね、いいシーンですからね。こちらを今回は購入しましたんで、開封していきたいと思います。とりあえずね、箱の外観を回転させてみてもらいたいと思います。はい、ということでね、箱の外観見てもらいましたが、まあ早速ね、箱から取り出して袋の状態まで持っていきたいと思います。はい、ちょっとね、蓋を開けましたが、蓋を開けるとね、ここに文字が入ってましたね。君は生き残ることができるか。生きですね。はい、まずね、箱から取り出すと入っているのは、おなじみのガムですね。食玩扱いです。はい、そしてね、袋が、大きい袋が一つ入ってます。これを開けると、段ボールに包まれているのが一つ。まあ、あとはこれは、ジオングかな。はい。で、ガンダムですね。はい。まあ、ガンダムに至ってはね、まあ、普通のコンバージと同じような感じで、包装されてますね。まあ、ジオングはね、付属品とかがこちらにいっぱい入ってるっていう感じですかね。一応ね、袋の状態を確認していきますが、とりあえずガンダムですね。ガンダムの、これはバズーガですね。で、ビームライフルに、シールドにダイザーっていう感じですね。こちらが本体の方ですね。アンテナ。アンテナに、サーベルが2本。で、バックパックに本体。で、ジオングの方ですね。はい。ジオングの方は、こんな感じでね。まあ、触手じゃねえや。あのね、手のひら、有線ですね。有線で放たれる腕のね、配線のパーツですね。で、グーパンに、角ですね、アンテナ。本体がですね、プチプチにくるまれてたんで、それをね、剥がしたら普通に本体がそのまま入ってましたね。はい。ジオング本体。で、あとは台座類ですね。はい。支柱とか台座類。で、今回の目玉のラストシューティング用のパーツですね。はい。という感じですね。ちなみにね、今回はラストシューティングバージョンのみで飾りたいんでね、他のパーツはつけません。はい。なのでね、このジオングも、はっきり言って、下半身いらないんですよ。頭だけ必要なんで、はい。まあ、主にね、本体自体は、こう、マーキングがね、足されてて、いいですね。造形もいい。まあ、とりあえずこの頭だけ欲しいんで、ポッとね、外しちゃいましょう。はい、ちなみにね、ジオングはね、パーフェクトジオングのやつで、有線のね、ハンドパーツをつけてるやつがあるので、こちらもね、見ていただければなと思います。はい。まあ、こんな感じで、一応ね、ハンドパーツを飾る台座もね、同じものですね。ついてたのが。なので、こんな感じです。はい。なのでね、このガンダムも実際は頭いらないんで、はい、このまんま説明しますけれどもね。なんか、すごいですね。すっごい格好っていうか、こう、胸を張ってる感じ。塗装自体もすごいいい感じですよね。まあ、顔はね、顔は見てもらえればわ
かりますが、特にズレとかはないかな。うん。まあ、ガンダムコンバージ特有のね、顔面崩壊はしてないと思います。はい。まあ、とりあえず頭部は必要ないんでね。はい。といった感じでね、とりあえずね、ラストシューティング完成させたいと思います。はい。完成しました。完成したんですが、いや、ちょっとここでね、問題が発生しまして、いや、このね、普通に完成できていると思いますが、なんとガンダムが固定されないんですよ。これなんでかって言ったらね、このガンダムのこのビームライフルとこのビームエフェクトの穴がね、差がありすぎて届かないんですよ。これ設計ミスだろう。うん、一応ね、ホームページの説明書見たらね、このビームライフルの先端を、このビームのエフェクトの穴に刺すって書いてあるんですけど、そもそも届いてねっつう話。しかもね、これ支柱がもう固定されてるんで、これ以上下がらないんですよ。うん、もうここでがっつりとね、クリップみたいな感じで挟んであるんで、うん、なのでね、全然合わない。隙間ができて、全く合わないね。ほら、こんな感じでもう全然合わない。スカスカですよ。いや、これちょっと問題だな。ちょっと、これはお客様相談センター行きですかね。どう吐いてもこれ設計ミスですよ。これ全然届かない。このジオン君もね、ジオン君の頭もこれで合ってんのかな。このビームのエフェクトがこの手前でいいのかな。それもね、説明書だとね、そこまで詳しく書いてないんで、なんかアンテナに沿わせるって言ったから、これで合ってんのかな。てっきり挟むのかと思ってた。なんかここがちょうど V の字になってるんでね。ここにアンテナ挟むのかなと思ったけど、違うっぽいな。まあね、こういう感じのやつなんですよ。もうここに、支柱を挟むんで、で、支柱もね、ここでちゃんとね、挟める用の分割の、この、ストッパーがあるんですよ。だからこれ以上下がらない。絶対無理だわ、これ。これはサポ線行きですね。ちょっと問い合わせますわ、これ。全然飾れないよ。ガンダムも不安定だしね。すぐ転げるし。残念。はい、てな感じでね。これはもう評価のしようがないな。なんか背景描いて飾るとかそれ以前の問題になってきたな。これじゃ回してもひっくり返るね、ガンダムがね。いや、これ俺だけかな？個体差かな？いや、なんか全商品こんな感じっぽい気がする。これクレームの嵐じゃないかな？はい。ということでね、もう、本当だったらね、ジオングの、胴体もね、ここに寝かしたりもしようかなと思ったんですよ。ポスターみたいにね。なんか、やる気をなくしたっていうか。はい。いや、残念。マジでね、このシリーズは何かしら欠陥があるんだよな。もっとチェックしてほしい。もうバンダイさん頼むわ、本当に。ということでね。今回は残念な結果となりました。はい。ちょっと問い合わせてみてみます。はい。ということで、今回の動画は以上になります。この機会にぜひチャンネル登録したいね方はチャンネル登録。またね、高評価と、あとコメントもね、いただければ必ずご返信します。では今日はこの辺でご視聴どうもありがとうございました。